はい、というわけで、今日は渡辺雄二対長嶋健吾の試合をお送りいたします。いや、この2人ですね、戦ってないと思ったら戦ってたんですね。ちょっと時代が違うのかなと思ったんですけど、ちょっとこんなものをねちょっと見つけてきたんで見てみようと思うんですけど、まあ、渡辺雄二っていうのはもう古いですね。90年代前半の選手ですよね。これ99年の試合なんですけど、もうこの通りね、甘いマスクで一世を風靡とした選手ですよね。パンチもすごい強くて、で一方この長嶋健吾がやっぱこれトレードマークですよね。この自衛隊みたいなトランクス、いつもで DJ かなんかでおしゃれですよね。なんかかっこいい、なんか今風というか、まあ99年当時なんですけど、かっこいい曲、なんかラップ的なもので入ってくるんですけど、かっこいいですよね。でボクシング非常にこれサウスポーでスタイリッシュでかっこいいですね。2人ともアマチュアエリートなんですけど、まあしかしですね、これちょっとね見てわかる通り、まああれですね、渡辺雄二悪いですよね、この試合。うん、こういう選手じゃないんですよ、本当は。すごく、まあ、キレがあって、世界にも2度挑戦した選手なんで、すごい強いんですよね。ただこれね、こんなにひどいって思わなかったんですけど、渡辺雄二サウスポー苦手ですね。圧倒的苦手ですね。もうちょっとこう半身に構えればいいのに、正面立っちゃうから、長嶋の左ストレートと、あとこの右フック、返しの右フックもろにもらっちゃうんですね、こうやってね。なのでいいとこ全くない試合ですね、これ。ただ渡辺雄二はパンチのある選手なんですよ。ヘナロとね、最初の世界戦、ヘナロエルダンデスっていう、今の中谷潤人選手 の, トレーナー、ルディエルなんですよの弟なんですけど、ヘナロ死んじゃったんですよね。オスカーデラホーヤとも戦ったことある、ヘナロとの世界に、おーっと、カウンター、世界に挑んだんですけど、あの時、ヘナロの、確か無敗のヘナロの、あれ、ボディで腰折ったんですよね。うん、あれが見せ場だったんですけど、まあ、それだけパンチはあるんですよね。で、まあ、これ見ると、まあ、今のこれダウンみたいな、左フックね、引っかかったところ、ダウン取れて、これぐらいですか、見せ場。で、ベタ足だし、なんか、で、この人も、国体優勝したりアマチュアエリートなのに、全くこれこんなになっちゃうんですよね、本当にサウスポー苦手な人って。でサウスポー苦手な人でちょっと、まあ、調べてみたっていうか思い起こすと、岩佐選手にタイトル取られた小国選手って言ったんだ、バディジムの小国選手もむちゃくちゃ、あれジョナサンなんとかってすごい強いチャンピオンに勝っておいて岩佐に負けてしまうんだからね。まあ今岩佐選手も強いですけどね。ただいやジョナサン・グスマンにね勝っておいて、でひどいボクシングしましたよね、岩佐選手の時も。小国選手はで、小国選手もういっぱいしてるのも分け信号ですけど、分け信号もサウスポーでしょ。サウスポー苦手な選手と結構いますよね。でこれ渡辺雄二別人のように弱いですよね、これ。まあ本当は強いんですよ、本当にね。で長嶋健吾もすごいテクニシャンなんですよね。ですごい期待したんですよ、これ90年代初頭なんですけど、三谷大和っていう、なんか大学でエリートだったんですね、あの人にも勝って、でその次それからタイトル取って OPBF、 それで次こう誰でしたっけ、平中信俊ですよね、秋信さんの弟、ですよね。あの人も死んじゃったんですけど、あの人にも勝って、でその次の2度目の防衛戦でこれ渡辺雄二、ビッグネームですよね。まあオールドネームなんですけどね、渡辺雄二気合入りすぎて動き硬いんですよね。まあ6ラウンドだから、まあ硬いってこともないんでしょうけど、もう悪いペースのままいっちゃって、これ前もう真正面立ちすぎてるんで、岩瀬と小国の試合もそうだったんですけど、正面立ちすぎて左フックストレートもらっちゃうんですよね。で右ストレート、渡辺雄二強いんで、右ストレートがあの距離だとサウスポーの懐届かないですよ。
どうこう稼いようと思ってすごい伸ばすとすごいなんつうの右今変な形になっちゃって強いパンチ打てないんですよね。あの距離がすごく悪いですよね。私言うのもなんですけど、私もサウスポーだったんで、やっぱり右左ストレートって当たりやすいんですね、オーソドックスでやるとね。なのでね、でこれすごく悪い試合になっちゃった。渡辺雄二すごい好きなんですけどね、私これかっこいいんですよね。あの時最多ジム、堀内実選手とかね強かったんですよね、90年代半ばとかはね。でこれ18古賀ジムの長嶋選手なんですけど、長嶋選手が出てきた時って私実はあんまりもうボクシングファンでもないんですよね。この渡辺雄二は知ってるんですけど、だからこの選手2人やると思わなかったんですけど、で長嶋選手この後トントン拍子に行って、で尻文根、有名な辰吉選手と戦った尻文根ですね。でこの人ジュニアライトなんで、シリモンコンあそこまで上げてるんですよね。でなんとね、シリモンコンって私調べたらクルーザー級までやってるんですよね、あの人ね。それで最近ですよ、やめたの。まだ引退しないかもしれないですね。だから結局まあ私もそうなんですけど、ボクシングやると他のことできない人が多いのかな。まあそれは人それぞれなんでしょうけど、まあちょっとね、だからね、それ以外でお金の稼ぎ方知らないっていうか、すごいですよね。シリモンコンって40何歳まで、で結局バンタムからクルーザー級まで戦ったんですよね。これいいですよね、あの長嶋健吾のこういうボクシング私もしたかったんですよね。ジャブついて右に回ってパンチもらわないでね、こういうの引っ掛けたらまた動いて、もうヒットアンドランですよね。すごい上手いですね。この人結局親子高でお父さんがジムの会長なんで、やっぱり英才教育ですよね。すごい上手な選手ですよね。ただシリモンコンの試合、ひどかったっていうか、結局プレッシャーがすごかったんでしょうね、バンタム級の選手だったのに。でで、このように渡辺雄二も一流の選手なんで、プレスがね、もうちょっと効くかと思ったんですけど、いやここ詰められたな、かっこいいな長嶋選手のあのボディアッパーとかね、見せますよね。ただどうなんですかね、パンチはそれほどないのかもしれないですよね。渡辺雄二選手はパンチありますよね。この人ね、タイトル、日本タイトル取ったの、なんかチャンピオンカーニバルで、赤木武之っていう、あれ、オリンピック候補だったんじゃないですか、日大の。で、赤木武之ってすごいテクニシャン、ああ、これ止められましたね。で、あの人に勝って新旧交代だったんですけど、これもちょっとね、7年後にこういうシーン見るっていうのは、ちょっと残酷なのかな、あれ、92年かは分かんないですけど、なんかね、高木武之に勝って渡辺雄二もこういう時期あったんで、で今回の赤木武之役がなんか渡辺雄二みたいだなっていうのも、なんか寂しいなっていう、自分と同世代の選手たちがこうやって消えていくのが寂しいなっていう気はしますね。おめでとう長嶋選手、残念渡辺雄二。ではまたお会いしましょう。